食卓の悩みを解消、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、時間がない主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週は格安お肉が豪華に変身というテーマでお送りしています。今日使うお肉はこちらです。豚こま肉ですね。はい、まあ、本当に価格も手頃 で、ね、はい、非常に定番のお肉ではありますね。それがこんな風に変身します。豚こま味噌カツということで、はい、大葉を入れて香り豊かなカツにして、なおかつですね、今日は名古屋名物の味噌だれを作って、ね、味噌カツにします。でこの味噌だれも簡単にできますので、ぜひ皆さん覚えてください。さあ、それでは早速キングスタートです。はい、じゃあね、はい、大葉の方から切っていきましょう。はい、大葉なんですけども、5枚ほどありますね。はい、これをくるくるっと巻いて切っていきますね。今日は6枚使います。はい、いいです。これも大葉が入ったカツはいいですね。いいですよね。このなんか爽やかな感じがいいですよね。なんか油っぽさをね、なんか抑えてくれるというか。そうですよね。やっぱり夏はね、大葉入れると何もかもがね、さっぱりしますし、いいですよね。いや、本当もう僕はもう何もかも大葉を入れたいぐらいです。ですよね。はい、基本すべてのものに大葉入れたいぐらい。いいですよね、はい、食欲がない時もね。大葉好きですね。はい、でこれ粗みじんでいいんですかね。そうです、こんな風に大体でいいです。はい、ちょっとこれ、これをね、カツの中にね、一緒に練り込んでいきます。じゃあこれはちょっとお皿に一応上げておきますね。はい、大葉今日6枚ですけど、まあ、好みによってちょっと増やしたりしてもいいぐらいですね。増やしてもいいと思いますよ。はい、じゃあこれを切っておきましょう。はい、はい、そしてこれ豚こまなんですけれども、大きいところがありますのでね、少し、はい、まな板に出してね、切っていきますね。そんなに細かく切らなくてもいいと思います。ちょっと包丁入れておきましょう。はい、だいたい2センチごとにこう包丁入れるような感じですかね。こんな感じですね。これぐらいでいいと思います。ね、これぐらいですよね。はい、はい、じゃあちょっとこう入ってもらって、でこれはもういいですよね。はい、はい、でボウルの方にね、はい、この入ってもらいますね。これをね、はい、でね、これね、塩コショウをちょっとしておきますね。はい、塩と、あとね、味噌だれかかりますので、ね、少しでいいと思います。下味程度でね。はい、もう下味で塩コショウですね。はい、でこれで練っていきますね。はい、これをだから今からカツにしていくわけですね。これ練るんですが、これもハンバーグを練るのと一緒の感じですよね。こんな風に、しっかりとこう粘りが出るまで練るんですね。そうですね、ちょっと固まってほしいのでね、ちょっとここはぐっぐっと力入れて練りますね。はい、こうどういうんですかね、固まってくるんですよね、このバラバラの肉は。ちょっとこういうふうに粘って固まってくるようになったら大丈夫だと思います。あ、ほんとちょっと色も白みがかってきて、ね、粘りが出てきましたね。固まってきましたよね。はい、こうなればここに大葉を入れてください。はい、一緒に練り込んでいきますね。大葉、これでおばと一緒に練り込んでいきます。いいですね。よいしょ。これね、よく練ってももう差し支えないのでね、はい、子供さんと一緒にやられてもね、楽しい作業だと思います。ひたすら練っていいからね。そうです、存分練っていいからねってそうですね、それぐらい練っていいわけですね。はい、大丈夫です。はい、はい、でこれね、こう大体こうまとまってくればもう大丈夫だと思います。ね、はい、はい、じゃこれを取っておきましょう。そしてこれね、まとめていきますね。はい、でこれ大体6つ分ぐらい、まあ、大きさはね、好き好きでいいんですけれども、はい、6つぐらいまとめるとちょうどいいかなとは思います。今日の材料で、ちょうど6個分になりますね。ですね。はい、でこれゴルフボールと一緒ぐらいかな、それぐらいの大きさでギュッとこう一応ね丸にしますね。ギュッと力を入れて、でこうすると固まってきましたでしょ。はい、これが今日のうま材になります。豚肉こういうふうに丸めて、こうボリュームをねアップっていうことですね。なるほど、はい、簡単にできますのでね。はい、じゃあこれ置いておきましょう。ゴルフボールよりちょっと大きいぐらいですかね。ぐらいです、これぐらいでください。はい、はい、じゃあこれにね、つける、ね、衣の方を作っていきますね。はい、はい、衣なんですけども、これ溶き卵があります。でこの中にね、これ水なんですけども、はい、溶き卵は2分の1個分ですね。水を入れます。水は20ミリリットルです。はい、で溶きますね。でこれ少しね、まず合わせておきましょう。
次に、はい、薄力粉の入ったボウルがあります。でこの中に、ね、これを入れていきますね。薄力粉 20g にこの溶き卵を水で溶いたものを入れていきますね。ちょっとずつ入れていきます、はい、これあの卵やっぱりあの2分の1個でも大きさがありますのでね、ちょっとこう様子見ながらね、うん、あのいいような硬さになるように入れてくださいね。あ、なるほど。ね、普通であれば、はい、粉をつけて溶き卵をつけてパン粉っていうのが揚げ物ですよね。そうなんですね、はい、今日のこれがラパーザになります。こうするとね、この中にくぐらしてすぐにパン粉つけれますので、はい、ちょっとこう一手間楽になりますよね。あ、はい、確かにこれぐらいでいいと思います。洗い物も減りますね。そうですね、うん、これを中に入れていきますね、はい、でこれちょっとちょっと潰してね入れていきます。形を整えて、でこれの中に入れて入れていきますね。でこの後、はい、パン粉に行きますね。これでパン粉もらいます、はい、でこれもいいですね、はいはい、でこれもパン粉つけていきますね。この辺はしっかりパン粉つけてください。でここの辺で整えてね、整えて、うん、さらに小判型、ほんとちょっとコロッケぐらいの感じですね。そうそう、コロッケ、ちっちゃいコロッケぐらいになればいいと思います。これでいいですね。じゃこれね、置いておきましょう、はい、さあでこれをね揚げていきますね、はい、さあ油の方いきましょう。油の方なんですけども180度ぐらいに熱してます。でこの中でね揚げていきましょう。今日のレシピで6個分のこのカツが作れます。そうですね、はい、でこれ揚げ時間なんですけども、はい、だいたいこう途中ひっくり返したりして4分ぐらい揚げてください。時間の目安4分ぐらい、あの火が通ると思いますね、はいはい、じゃあこれ揚げている間に、はい、その味噌だれ作っていきましょう、うん、これお味噌が入ってます、はい、今日は赤味噌、はい、赤味噌でしました。あのなければもう普通あのうちにあるお味噌でもあの多少ね味は変わりますけど大丈夫だと思います、うん、やっぱりでもこの赤味噌の方がちょっとね名古屋っぽい味になりますよね。そうですよね、はい、これねお酒が入ります、はい、大さじ1です、はい、そしてこれがみりんですね、はい、こちらも大さじ1、はい、これが砂糖ですね、こちらも大さじ1と、そしてこれ水が少し入りますね、はい、大さじ2分の1です、はい、これが生姜のすりおろしです。はい、生姜のすりおろしは小さじ2分の1分、はい、そしてねこれねあの少しなんですけど、ほんと少しですね、一つまみなんです。海運の出汁の素ね、はい、これを少し入れておきましょう、うん、はい、そしてこれね混ぜるだけです。味噌溶かすようにね、うん、混ぜ合わせてください。この味噌だれをでも覚えておくといいですね。そうですよね、うん、これすごいご飯に合うんですよね。合いますね、ね、はい、じゃあこのあとあれですね、キャベツにも合いますね。そうです、そうです、はい、今日キャベツたっぷりめに切られた方がいいかもしれませんね。なのでこれを覚えておけば味噌カツ丼丼ぶりにしてもいいですよね。できますよね、うんうん、でこんな風に味噌溶かすようになればこれを、ね、ラップをしますね、はい、あ、おっとっと大丈夫です、大丈夫です、はい、ほっ、よいしょ、ほい、でこれラップなんですけども、はい、全部かけずにこれね、うん、少し端を開けておきます、はい、でここ両サイドが開いております。で、はい、こんな風にして電子レンジで600ワットで1分ほど加熱してください。分かりました、600で1分、はい、お願いします、はい、はい、お願いします。はい、はい、じゃあねもういい音してますのでね、ちょっと味物の方を見てみましょう、うん、どうですかね、お願いしましょうかね、ね、もう少しねひっくり返してあげましょうかね。あーでもいい色になってきました ね、うん、音がだいぶ軽くなってきてるんですけども、うん、じゃあこれで少し ねこれでも見た目あれコロッケかなみたいな感じもして、ね、食べた時の驚きがありますよね、うん、ありますよ ねえ、普通のカツかなと思ったら食感が違いますよね。違いますよね、やっぱりね豚こまですのでね、あの年配の方でも小さな子供さんでもあの厚いお肉よりもね、うん、食べやすいのでね、うん、この辺も火の中でこうちょっとコロコロなって、うん、そうです、うん、ね、いいかと思います。あとあのなんかミルフィーユ的な、ね、ありますよね、あの食感の面白さもありますよねそうですよね、はい、あーでもいい色になってきましたね。いいですかね、もうどうでしょうかね、はい、もうちょっと置いておきましょうかね。あ、レンジが今終わりました。レンジの方が先やりましょう、はい、はい、
で揚げしていきますね。わー、はい、いい匂いしますよね。いい香り、お味噌の匂いしてきましたよね。いい香り、ラップ取ってみましょう。これ少し混ぜておきますね。いいす、大丈夫です、はいはい、で混ぜて最後仕上げしていきますね。これすりごまなんです。これを最後に加えましょう、はいはい、大さじ1たっぷりですね。でこれよく混ぜておきましょうね。でこのすりごまが今日のマーザーになります。すりごまね、最後に加えてあの香り飛ばさないようにね、あの初めから入れちゃうとやっぱりちょっと香りが飛んだりしますので、最後に入れて香りを豊かに仕上げますね。最後にすりごま入れてください。と思います。はい、本当レンジで簡単にごまだれができます、ね、味噌だれができました。さつの方がいい色がついてますね。もういいと思います。じゃあ揚げていきましょうね、はい、あ、いい色に揚がりましたね、うん、はい、はい、行きましょうね、はい、いいですね。じゃあこれね、ちょっと一つね、はい、切ってみましょうかね、はい、これお弁当とかにも良さそうですね。そうですね、はい、これ置いて一つ、うん、これどれにしましょうか。どれでもいいです、これ切ってみましょうか。はい、じゃあこれをここに入れて、はい、ね、断面がどうなってるか切ってみましょうね、はい、はい、切ってみますね。どうかな、ちょっと熱いですね。熱いですね、はい、でしょうかね。お、なんかがちょっとこの層になってる感じ、はい、いいですね、そして、うん、大葉もいいです ね、 ですね、アクセントになってます、はいはい、じゃあこれ盛り付けていきます。盛り付けましょう。じゃあこれね、ここへ2つ置いて、そしてこのね、ちょっと中が見えたのを置くといいですかね。はい、はい、出来上がりました。いいですね、はい、こちらで豚こま味噌カツ完成です。さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。今日は豚こま肉を丸めてボリュームアップさせました。カツに仕上げました。大葉もたっぷりです。衣の小麦粉と卵を混ぜ合わせておくと調理時間を短縮することができます。洗い物も減りますよ。そして味噌だれおすすめです。すりごまは最後に加えて風味よく仕上げてください。食欲をそそるご飯にもとってもよく合う味噌だれです。さあそれでは泉水さん、どうぞ召し上がってください、はい、いただきます。ちょっとこの味噌だれがね、キャベツとかにもよく合いますよね。ね、いいですね、いいですね。熱いですよ、熱いですね、はい、もう揚げたての揚げ物が大好きですからね、はい、揚げたて最高です。おいしい、ジューシー、肉汁がすごいです。普通のちょっとね、とんかつ肉とはまた違った魅力ありますよね。で大葉もいいし、味噌だれですね、すっごい風味がいい。なのでぜひ皆さんね、お弁当のおかずとか ね、いろんな形でアレンジしてみてください、うん、はい、さあ明日はですね、イタリアンの道浜さんに鶏胸肉のガランティーヌ、ガランティーヌ、サッカー選手みたいな名前ですね、なんでしょうね。鶏胸肉のガランティーヌを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。川添さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。